こんにちは、サドラです。今回は月曜日になりましたので、毎週恒例になっているんですが、モンスターハンターナウで今週やるべきことですね。こちらを6つにまとめましたので、ご紹介させていただこうかなと思います。 まずはじめに今週開催されるイベントについてご紹介をしていくんですが、今週はこちらですね、ジンオがイベントが始まります。ね、期間に関してなんですが、12月15日金曜日のお昼12時15分スタートで、12月17日の22時までの開催となっています。 注意していただきたいのが、いつもは朝9時からイベントが始まるんですが、このジンオ王ガを含む大連続資料っていうのは12時15分からの開始になりますので、開始時間は注意をしていただければなと思います。 で、イベントの内容についてなんですが、一応、大連続資料という、まあ、新コンテンツですね、が同時に開催されて、その大連続資料の5投目ですね、が、オ王ガが確定で出現するように、出現率が変わっているみたいです。で、さらに注意していただきたいのが、ジンオ王ガの討伐を条件とした期間限定のクエストが配信されます。 ククエストをクリアすることでで素材報酬や仮人メダルを獲得すすることができますっていうことでこちらですね新たなイベントクエストも追加されるみたいなので前回の大型アップデートのスペシャルクエストではハンターランクポイントしかもらうことができなかったんですが今回は素材報酬も入っているイベントクエストになっていますので忘れずにしっかりスペシャルクエストもこの期間中にこなしていただければなと思いますであとはまあ注意点がね色々書いてあるんですが、まあ、重要な項目としてはこちらですね大連続資料に一度参加すると次 次のの参加ままでは一定の待ち時間が必要になりますということでこの待ち時間は3時間で設定をされているみたいですでメディア向けに公開された情報通りで来るのであれば夜の9時以降は挑めなくなるみたいなので、まあ、スタートがね何時で来るのかわからないんですが、まあ、2パターンあると思っていていつも通り朝9時スタートになって夜は9時までっていう指定になるのか まあ今回イベントが12時15分から始まるのでお昼12時スタートの夜9時で終わるのかっていう2パターンになると思いますまあおそらくマップリセットに合わせてリセットした方がやりやすいと思うのでまあ朝の9時から挑めるようになって夜の9時で締め切りっていう感じになるんじゃないかなとは思っているんですがその場合挑める時間が12時間になっていますそのうちに待ち時間が3時間設定されているので無課金の場合は3回もしくは4回ですねが1日に挑める大連続資料の上限回数になってくるんじゃないか かなとは思ってますで、この3回か4回かっていうのは、時間のカウントの仕方ですね。例えば、大連続資料を倒してから3時間リセットっていう感じになるのであれば、挑む時間を考慮すると、4回挑めなくなってしまうので3回になりますし、3時間ごとにも勝手にリセットカウントしてくれるんであれば、4回ですね、挑めるって感じになると思うので、もし朝9時スタートの夜9時終わりとかだったら、1日3、4回程度って思っていただけるといいのかなと思います。で、この挑戦回数に関しては、大連続資料チケットを使用することで、待ち ななく再参加するることができるようになりますまた、大連続資料チケットはアプリ内ショップで購入することができますっていうことで、まあ、チケットをね、買ったりして使えば、その3時間をね、踏み倒すことができるんですが、このチケットもメディア向けの情報通りで来るのであれば、150ジェムで購入することができるみたいですね。で、あとはえ、こちらですね、大連続資料に参加するには、アプリを最新のバージョンに更新してくださいねっていうのとこちらですね、ジンオーガは12月17日のイベント終了後も、大連続資料に登場はするので、 以上常設化っていいう形でで大連続資料に残るみたいですなので、まあ、噂ではマップに出るようになるんじゃないかっていう噂もね結構あるんですがここに書いてある内容だと大連続資料にのみ残るっていう書き方になっているので、まあ、単純にイベント中は確定でオ王画に会えるけどそれ以降は確率でオ王画に会えるっていう設定になってくるんじゃないかなと思います っていうのが、えー、ジンオガイイベントの概要と注意点になってきます。まあ、これはね、まだ公開されていない情報もあるので、公開され次第また別で動画にはできればと思っています。以上のことを踏まえて、今週やるべきことについてですね、6つご紹介していくんですが、まず1つ目が、新たにアップデートで追加された新モンスターの装備であったり、武器を整えるようになってきます。特に、ベリオロスとバフバロですね、っていうのは重要になってくると思っていまして、まず、ラドバルキンの場合は、ランスを使う場合は、この頭。 で、ライトボーガンを使う場合は、こちらのバフバロの頭と、 あと破壊王装備ですねを更新する場合はバフバロの銅も重要になってきますであとは氷属性武器使う場合はベリオロスの腕も優秀になってきますしあと氷属性武器使う場合はベリオロスの腕も必要になってきますので特に優先して組んでいただきたいのがジンオーガに刺さる氷属性に関係してくるベリオロスとジンオーガを V 破壊でしっかり報酬回収していきたい場合は破壊王が重要になってくるんでバフバロの銅ですね、まあ、この2つは優先的に素材回収 を今のうちかからしてておいてい,ただい,た方がいいいいいたただ方がなと思いますで、これで氷属性装備ですね、しっかり整えて氷属性強化5とかで、ねまあ、ジンオガニ有利に立ち回ったりとか、あとは武器ですね、もうライトボウガンとか武器種によっては一部ベリオロスに更新する可能性があるものもありますので、そのあたりも氷武器をベリオロスでやろうと思っている方はちょっと優先度高くベリオロスを買ったりとか、破壊王を 銅で更新していきたいという方はバフバローを優先的に買って銅を作ったりとかその辺りをしっかり準備してまず大連続資料ですね陣王がイベントに備えていただけるといいのかなと思いますで次に2つ目ですね2つ目は応急薬のストックになりますこれは無課金の方向けのお話になってくるんですが大連続資料ですねが公開されている情報だと難易度がかなり上がるみたいですでそうなってくるともちろん被弾した時の回復薬の消費っていうのも高くなってきますでそこでまあ基本的には3時間に 回回ななのののでででででで時間経過の回復復戦戦自体はききるとと思ううんすすがが対戦中ににダウンしてしててままそこでね回復薬が必要になってきますので無課金で回復薬が買えないっていう方は、連続治療中に力尽きてしまうと、そこからね、回復ができないっていうことになってしまう可能性もあります。なので、もし回復薬を買えないっていう方は、大連続治療に当たって応急薬の消費っていうのは必要になってくると思いますので、それを見越して、ある程度の応急薬のストックですね、を押しておいていただき あけるといいと思いますで応急役に関しては手持ちの10個と 受け取りの5個で最大15個まで貯めることができるのでこれをま陣王がイベントに合わせてまあ貯めておくとかまあ、そんな感じで立ち回るといいと思いますでこれに関しては応急薬を貯めるからモンハンナをプレイするなっていうわけではなくてあくまで応急薬の消費が激しくなる格上狩りですねまあ、強引に緊急クエストを踏み倒したりとか普段星8しか狩れないのに星9を狩りに行くとかなんかそんな感じのやつをちょっと控えていただいて応急薬を貯めていただければ問題なく応急薬自体は貯まる あると思いますので無課金で回復薬買えない方は大連続治療用に応急薬を貯めておくっていうのは意識しておくといいと思いますっていうのが2つ目ですねで次に3つ目なんですが3つ目はアイテムボックスの拡張になりますこれは おそらく次のののーガのアアッップデートにに合わせてアイテムボックスの拡張ができるようになると思いますなので、まあ、これは課金してる方向けになるんですが上限までアイテムボックスを拡張しているよっていう方は上限がさらに解放されると思いますので特に人用ガもね解放されると素材がさらに圧迫していくと思うのでアイテムボックスの拡張っていうのは早めに検討していただけるといいのかなと思いますっていうのが3つ目ですねで次に4つ目なんですが4つ目はもうシンプルに人用ガイベントをしっかり遊ぶっていう流 内容になっていきますこれに関してはジンオーガの装備がめちゃくちゃ優秀になっています特に雷属性を使う場合と無属性を使う場合ですねっていうのはこのジンオーガの装備がまず頭で連撃のレベル1をつけることができますで 腕で雷属性のレベル2腰で装填速度のレベル1足で連撃のレベル1をつけることができますので無属性の場合は現状連撃のレベル5ですねを積むのが期待値が一番高くなってきますので、まあ、頭と足ですねの優先度っていうのは高くなってきますし雷属性の武器を使う場合は腕と足ですねの優先度が高くなってきますライトボーガンを使う方は腰が優先的になってくるので、まあ、基本的に銅以外が優秀なんですよねなので、まあ、この辺りを作るために しっかりた人によっては雷属性武器をジンオ王ガにしたいっていうねま廃、あ、課金の方もいらっしゃると思うのでまあ、そういった方はさらにねジンオ王ガを頑張るって必要があるのでこの辺りをね意識してジンオ王ガイベントはしっかり遊んでいただければなと思います次に5つ目ですね5つ目も4個目のジンオ王ガイベント遊ぶに付随してはくるんですがこの後のイベントとして亜種の復刻ですねこちらですね年末年始も借りまくれゆく年トし,し冬祭りっていうイベントが開催され 内容に関してはリオレイアーシュとディアブロスアッシュが再登場ということで、まあ、これがね一応12月23日の土曜日の朝9時から1月8日の23時59分まで開催されるんですが、まあ、怖いのがこれもね大連続資料に組み込んできますよっていう復刻の可能性もあるので、まあ、それはちょっと怖いなと思ってるんですが一応このリオレイアーシュとディアブロスアッシュの復刻がもう決まっていますで期間に関しても23日からなので、まあ、結構近々できますってなってくると この2頭ですね、リオレイヤー足は雷属性弱点になりますし、ディアブロスサッシュは氷属性弱点になってきます。以上のことを踏まえて、リオレイヤー足対策に雷属性の装備を整えたいんであれば、ジンオーガの装備を強化していただいた方がいいですし、ディアブロスサッシュに向けて氷属性を強化したい場合は、ベリオロス中心に防具を整える必要がありますので、まあ、この2頭ですね、っていうのは意識して足イベントに向けて装備を整えるっていうのをやっておいていただけると、それ以降の足イベントもスムーズに遊べると、 思いますので、まあ4個目には付随してくるんですが、ジンオーガで集めた素材をしっかり使って、装備を整えておくっていうのは、重要になってくると思います。最後に6個目ですね6個目は、現在開催されているイベントクエストですねこちらの進行になります。っていうのも現状、スペシャルクエストですねアップデートで追加された分が星6のジンオーガを討伐するっていうミッションがクリア不可能なので現状みんなここで止まっていると思います。で、これが15日のジンオーガイベント以降は進めること ここをねしっかり進行していくっていうのと合わせて同じスペシャルクエストですね結構この上の方にこのイベントのね スペシャルクエストが来てしまってるせいで気づきづらくなってしまっているんですが、デイリークエストもね、しっかり忘れずにこなしていただけると、精錬剤であったりゼニーをね、回収することができますので、このスペシャルクエスト周りですね、大型アップデートで追加されたミッションの分と、デイリークエストっていうのはしっかりこなしていただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもモーハンナ応の動画を上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ